さあさドレスに着替えて世界一のお姫様踊りましょう。いただきます。ほっ、どうだレイトメイ、保育園は慣れてきたか？パパ、もぐもぐしてるとき話しちゃダメだよ。なんだよ、別にいいじゃんかよ。心なしか、ちょっとレイもしっかりしてきた気がするわね。メイ、保育園楽しいか？ハピネス。あれ、英語習ってんの？明日は初めて遠足に行くのよね、レイ。うん、遠足楽しみ。へえ、そんな小さい時から遠足なんか行くんだ。まあ遠足って言ってもすぐ近くの公園みたいだけど。そうそう、たっちゃん、レイったら好きな子がいるらしいわよ。なんだってレイ、どんなやつだ？ママ恥ずかしいからパパに友達以上恋人未満って言って。レイ、それはパパに言ったらめちゃくちゃ怒るよ。はあ、そんな早い段階から異性を意識するのか。こりゃすぐに親離れしそうだな。メイは好きな子とかいるのか？人類。ずっと神様設定ハマってんだな、メイは。二人とも先生の言うことはちゃんと聞いて楽しんでくるのよ。サトシくん、何のミルク味飲んでるのかな？みんな、絶対に道路にはみ出ちゃダメよ。先生たちについてくるのよ。先生、まだ着かないの？もうちょっとで着くよ。歩くのも遠足の一つだからね。そうなんだ、じゃあ遠足いらない。さすが子供たち、欲望に忠実すぎ。みんなそんなこと言ったら先生困っちゃうよ。早く歩こう。サトシくん、かっこいい。そんなことないよ。先生の言うことは聞かなきゃ。ち、鬱陶しいやつ。ごめんね、京香ちゃん、めいちゃん持ってもらって。全然いいですよ、めいちゃんかわいいもんね。ビップ待遇、つまり神。さあ遠足の場所に着きました。今日はこの桜町ニコニコ公園で遊びたいと思います。みんなさっきも言ったけど、道路からはみ出ちゃダメよ。特にマキちゃん、マキちゃん死にたいの。まず公園のスタッフさんに挨拶しておきましょうか。はい、それじゃあみんなついてきて。失礼します、今日お世話になりますひまわり保育園のものです。これはこれは、お待ちしておりました。今日はひまわり保育園の皆さんで貸し切りなので、どうぞご自由にお使いください。ほら、みんなもちゃんとご挨拶しなさい。じゃあみんなで挨拶しよう。せーの、じじいありがとう。ちょっとみんな、なんてこと言ってるの。こら、みんな、せめてじいじにしなさい。ももりん先生、そういう問題じゃないです。フォフォフォ、こりゃ元気がいいの。死んだ後恨んで出てやるからな。いや、めちゃくちゃ怒ってる。これ高そう。ほら、ちゃんと自分で出したものはお片付けするのよ。なんでママわざわざ今日遠足なのにこんな動きづらいバナナの格好させたの？ここすごいですね。ただの公園じゃなくって食べ物とか飲み物もあるんですね。ドリンクバーもあるし。先生、喉渇いた。じゃあ先生が入れてあげるから、みんな好きなもの言って。コーラー。ビール。ちょっとみんな、そんな一斉に言ったらわからないよ。あと誰、ビールって言ってた人。京香先生、私アイスコーヒーガムシロ2つとフレッシュは 0.5 で。先生は自分で入れてください。あと細かいです。ごく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 。おい、お前が飲んでるやつよこせよ。でも一人一つって先生が言ってたよ。俺は一つじゃ足んねえんだよ。だからお前のよこせ。ごくごく、おいしいね。さ、サトシくん、私のと交換する？でもレイちゃん、同じ飲み物だよ。サトシくん、私のやつ炭酸びっくりするぐらい効いてるよ。そうなんだ、ちょっと飲んでみたい。さ、サトシくん、レイの飲んでるコーラ一つ100万円するって。そうなんだ、なのに無料なんだ。みんなコーラ好きなんだね。京香先生は何飲んでるんですか？
私はコーヒー、あんまりサトシ君はコーヒーとか飲まないよね。で、先生の飲んでるコーヒー飲んでみたい。えぇ、ー、サトシ君、そんな。あら、でもダメよサトシ君、ちゃんと一人一杯って決めたでしょ。ルールは守らなきゃ。モモリン先生の美味しそう。あー、まさかワイン置いてるなんて最高。ちょっとモモリン先生、遠足中にお酒飲んじゃダメですよ。ふふふふ、へっへっへ、バーカ。はあ、ちょっと酔っ払っちゃったわ。教科先生、あとよろしく。もうモモリン先生、しっかりしてくださいよ。みんな自由に遊んでいいけど、あんまり危ないことしちゃダメだよ。はーい、アスレチックだ、楽しそう。ここのアスレチック保育園のとこより大きくて楽しいね。うん、そうだね、サトシ君といたらどこでも楽しい。私も。それは言い過ぎだよ二人とも。僕もそっち行きたい。頑張って登って。ダメだ、届かないよ。こらこら、危ないよ。あっちに階段があるからそっちから登りなさい。へえ、ちょっとしたボルダリングみたいなのがあるんだ。ほら、危ないからあっちから行こうね。僕も登らなきゃよかった。さ、サトシ君、私たちと遊ぼう。 Where is Tiger? なあなあ、お前こっから落ちろよ。やだよ、だって怖いもん。怖かねえよ、下も砂だから痛くないぞ。でも、危ないよ。さっさと行けよ。ちょっと、押さないで。痛いよ。おい、どうだった？痛かった？お前、何やってるんだ？今の見たよ、すごく危ないことしてた。あ、違うよ、あいつが滑りたいって言ったから俺が手伝ってあげただけ。嘘つくな、お前が無理やり滑らしてただろ。ちょっと、翔斗くん、大丈夫？大丈夫先生、ちょっと滑っただけ。すぐに事務所に行きましょう、きっと救急箱とか置いてるはずだから。なんだ、あいつどっか行っちゃった、つまんないの。このこと先生に言うからな。勝手に言えば、お前だって同じことしてやる。ああ、喧嘩ダメだよ、サトシ君。男なら黙って勝負しろ。勝った方が負けた方の言うこと聞く。それでいい？上等だ。こんなやつに負けねえよ。よし、それじゃあ勝負だ。使うときは会館の人に言ってくださいって書いてるけど、後で言うことにしよう。は、お前もルール破ってんじゃねえか、悪いやつ。うるさいな、勝負なんだから仕方がないだろ。ブルン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 、キキー。サトシ君、頑張って、私のために。レイちゃんのためってわけじゃないよ。それじゃあこのアスレチックをそれで登って一周した人が勝ちだよ。位置について、よーい、ドン。よし、行くぞ。ズルしないようにちゃんと見てるからな。よし、ここを降りて、もうすぐだ。ブレーキが効かない。おい、危ないよ。あい、て、死ぬかと思った。おい、大丈夫か？あそこから落ちるの、こんなに怖くて痛いんだな。そうだよ、だからあの子にちゃんと謝りなよ。分かったよ、俺の負けだ。ちょっと、また誰か怪我してるの？あ、雄大くんも落ちてる。これでお揃いだね。悪かったよ、お前こんなの我慢してたんだな。分かってくれてよかった。でも僕は絶対に君のことを許さない。だから友達にはならない。あれ、なんかいつもよりオチが違うぞ。先生、体も痛いし心も痛いよ。はいはい、わかったから事務所で休もうね。友達がいなくなる方が辛いかなと思って言ってみた。
そうなんだ。確かに効果は抜群みたいだね。メイちゃん、完成したわね。これなんていうの？エッジタワー。すぐ潰そうね。動画見てくれてありがとうな。チャンネル登録と通知ボタン、高評価もよろしく。ツイッターもやってます。概要欄にリンク載せてるから、よかったらフォローしてな。次の動画でも会えんの楽しみにしてんで。明日も元気に頑張ろな。バイバーイ。